はい、ビジネス秘書事務学科、星稜高校出身の北条里央奈です。ビジネス秘書事務学科の見附高校出身の島智美です。はい、2人とも学校が高校が違うということですが、どうやってお友達になったかぜひ教えてください。はい、入学式前の、オープンキャンパスで、知り合って、で最初はもうお互い誰誰って感じだったんですけど、入学式のオリエンテーションでいたよねって話をしててそれで仲良くなりました。はい、ちなみに島さん、授業は今どんな感じですか？楽しい授業とかありますか？自分は電卓が得意なので電卓の授業はすごく楽しいです。はい、これから楽しみなイベントとか行事あったらぜひ教えてください。学園祭がちょっと楽しみです。自分も学園祭が楽しみです。ありがとうございました。